ご覧いただきありがとうございます。賃貸の模索の田中です。本日は木津川市城山台にございます綺麗な 2LDK のシャンメドアブルーにお邪魔しております。こちら玄関の方からご紹介いたします。かなりこのよりゆったりとした玄関となってまして、ドーンと大きなシューズボックスがあらかじめ備え付けとなっております。でこちら、綺麗なオシュレット付きのお手洗いですね。本日あの電気のストップが、回線が、ストップしているため一部暗いところがございますがご了承ください。そしてこちらがまず一つ目の洋室です。角部屋ということでこちら窓が2面ついてますので、まあ、明るくて風通しのいいお部屋ですね。でこちらが奥行きのあるクローゼット収納となっております。ハンガーパイプがこのように2本通っておりますね。棚もついております。でこちらがキッチンのスペースですね。まず入ったところにこういった、ね、収納スペースがかなり立派なものあらかじめついておりますね、まあ、食器棚としてもご利用いただけそうですね。でこちらがキッチンです。かなりゆったりとしたキッチンで3口の IH コンロがついたシステムキッチンとなっております。下の方には床下収納であったりこういった小窓もついてますので、まあ、換気もバッチリしながらお料理していただけます。でカウンターキッチンということでこういった感じで、まあ、リビングでしたり隣の洋室まで見渡しながらお料理していただけますね。でこちらが洗面スペースとなっております。こちらシャンプードレッサー付きの綺麗な洗面台と、で室内の洗濯機置き場ですね。こういった感じになっております。でこちらが浴室となっております。結構ゆったりとしたタイプとなってまして、こういったねカラーのパネルがおしゃれですね。洗い場もゆったりしております。で、こちらがリビングです。こちらに窓が2面ございますし、リビング自体も、ソファーでしたりテーブル、テレビ台置いていただいてもね、まだまだ余力のある綺麗なリビングです。で、セキュリティの面としましてはこちらカラーのモニター付きのインターホンがついてますので、まあ、来客者様のね、お顔をバッチリ確認してご対応いただけます。そして、エアコンが、あらかじめ1台備え付けとなってますので、初期費用もぐっと抑えれますね。で、こちらが、まあ、1階のお部屋ということで、専用のお庭付きとなっております。はい、広いですね。そしてまたシャッターもこんな感じで、バッチリついてますので、まあ、防犯の面でもね安心していただける物件ですね。で最後にこちらのリビング横の洋室のご紹介です。こういった使い勝手の良さそうな大きさの洋室です。で収納スペースが大変充実しておりまして、かなり、ね、奥行きがありますね。中に入れるぐらいゆったりとしております。もう幅もねかなり広く取られてまして、ハンガーパイプはこの前と後ろで2本ございますので、お洋服もねかなり量かけていただけますし、結構丈の長いロングコートなんかもかけていただける、便利で収納スペース豊富な、お部屋のご紹介でした。こちら城山台というエリアは閑静な住宅地となっております。綺麗な一戸建て物件やアパートが立ち並ぶ静かな立地環境となっておりまして、まあ、周辺の方にはスーパーやコンビニなどの商業施設も充実しております。詳しい情報につきましては賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。で、賃貸のまさきでは、55キャンペーンやネット予約サービス、その他各種サービスを実施しております。まずは一度お問い合わせください。